せです。今回はですね、こちらビンチョウマグロっていう食材ですね。多分ね、皆さんね、またマグロかと思ってるかもしれないんですけども、今回違います。ビンチョウマグロです。回転寿司とか行く人はね、よく見るんじゃないでしょうか。ビントロのね、正体のマグロでございます。沖縄良部島ではですね、本当にね、全く取れないんで珍しいよね、ということで買ってきました。早速観察していきましょうか。はい、こちらが全体像ですね。このマグロですね、非常に胸びれが長いんですよ。でこの胸びれが長いからビンチョウマグロと呼ばれてるみたいですね。ちなみにですね、ビンチョウマグロとビンナガマグロ、どっちが正しいんやというところなんですけども、和名がビンナガマグロ、一般的なのはビンチョウマグロです。それ以外はね、そこまで特徴的っていう魚でもないですよね。マグロって感じ、イケメンやなお前。はい、それではですね、やっていくんですけども、今日はね、新しい装備を用意しております。じゃん、こちらターポリンエプロンです。これで完璧よ。今までね、本当に T シャツがぐっちゃぐちゃになってたわけよ。なんで自分で T シャツ作ったのに着ないってすごくコメントがあったんですけど、汚れるからや。はい、これでね、うん、汚れなくなります。加工場やってて、いろんなね、スタートする時の機材見てたら、これ買えるんや、そういえばって思って買いました。これマジ強いよ。みんなも家で魚さばくときこれ買った方がいいと思う。今日はですね、このビンチョウマグロでネギトロが作れると聞いたんで、ネギトロを作る、そしてビントロもね、食べていこうかなと思います。ということでですね、早速さばいていきましょう。今日使用していくのはこちら、バカデバ包丁ですね。それではさばいていきましょう。胸びれでかいな、ペンギンみたいやん。もうこれね、こうまっすぐこうやって切ってしまったらすごい楽なんですけど、やっぱりね、なるべく身を多く残したいんで、ちょっとね、こっち側斜めに切っていきます。意外と身綺麗じゃん。反対、これ骨はめちゃめちゃ硬いわ。これ背骨がね、あと繋がってるんですけど、これめちゃくちゃ硬いですね。これ頭がね、これ取れたんですけども、ちょっとこれ釜の部分がね、結構身が入っててもったいないんで、これ釜の部分取っていきましょう。硬い。ちなみにマグロはね、もう何回さばいてもね、慣れませんね。本当に難しい。動画でさばくだけぐらいだったら全然上達しないですね。取れましたね。ちょっとぐらい油乗ってるのかなと思ったんですけど、油は全く乗ってないですね。全然乗ってない。まあ、釜はね、ちょっと煮付けにして食べてみましょうかね。はい、そしたらですね、釜を落とし終わったんで、サンマおろしにしていきましょう。多分内臓はね、抜いてくれてますね。おお、なんだこれ、どういうこと、胃袋、これすごい硬い。あ、空気袋だ。ちなみに島にはですね、クロマグロとメバチマグロ、そしてキハダマグロとこのビンナガマグロがいるんですけども、まあ、なぜかね、ビンナガマグロだけね、群を抜いて安いですね。よっしゃ、反対側。うっ、重い。マグロはね、この背中のところは硬いんですけど、包丁入るかな。あ、ギコギコすれば入るな。だいぶ上達したんじゃないか。そう、マグロはね、この真ん中のところ、真ん中のね、これ血合い骨っていう骨なんですけど、これがね、背骨にくっついてて、これをね、最後断ち切らないといけないのがね、難しい。本当にマグロっていうぐらい白いね。全然赤くないよ。なんかもうなんなら磯マグロぐらい身が白いですね。アホみたいに身残ったわ。うわ、1センチぐらい残ってる。うわ、もったいない。食べよう。ネギトロの名前の由来は、こうやってネギり取るところから来てるみたいですよ。野菜のネギではない。これ絶対うまいや。うわ、うまそう。うわぁ、皆さん気になってると思いますが、味はね、後言おう、うん、いつもネタバレしちゃうから。ここさすがにもったいないんで取っておきます。こっち側も取れますよね、少しずつ。 OK、 こんなに取れた。じゃあ反対側ですね。こっちにいる場所、この辺だったのか。ダメだ、硬い。すごい、包丁が入っていくのが分かる。ここ包丁、抜けるのか、もしかして。誰か教えてくれ、いいさばき方を。おお、なるほど。
はい、取れました。まあでもやっぱお腹の方また身がいっぱいついてるな。じゃあこっち側も取っていきましょうね。もしねみんな時間があったら本マグロの動画もね見てほしい。同じマグロっていう名前がついてるんだけどマジで骨の入り方もやっぱ違うな。はい、これで綺麗になりましたと。はい、そうしましたら次ですね、血合いを落としていきます。やばい、だんだんまな板が血だらけになっていってる。広告用剥がれないでくれ。この血合いの部分は結構刺身にするとね生臭いんですけども、煮付けとかするとね結構美味しいんですよね。はい、それでは柵になったところでですね、ビンチョウマグロ、まあ、3日ぐらい熟成するのがちょうどいいってことだったんで、ある程度のブロックにして熟成していきます。まあこんぐらいかな。油は乗ってないね。じゃあ背中の身も同様に熟成していきましょう。はい、それではですね3日経過しました。相変わらず服変わってないんですけども、3日間風呂入ってなかったわけではないです。はい、この服ね10枚ぐらい持っておりますから、ほんまにクレヨンしんちゃんと同じ。今日はですね3日間熟成させたビンチョウマグロを使いましてネギトロパーティーしていきましょうか。パーティーってつけると何でも楽しくなる説ありますからね。今日はネギトロパーティーです。まあ、ちなみになんですけどネギトロパーティーすることにしたんで、釜はね友達にあげました。結構熟成されてんな。表面が結構酸化してますね。そう、魚ってね血液も油もすごいね酸化しやすい物質でできてて、空気に触れるとねすぐね酸化しちゃうんですよ。で酸化するとどうなるのかっていうと、ものにもよるんですけど魚の油だったりとか血だったりは生臭い匂いになります。いや、だいぶ表面の色は悪くなってますね。血合いの部分は真っ黒ですね。血合い外しとけばよかったな。匂い移ってるかもな。ただちょっとこのお腹の部分ね、これは油が期待できる。うわ、楽しみや、ネギトロパーティー。ちなみにマグロって身が赤いじゃないですか。これってまあ主にねミオグロビンっていう成分が筋肉中に含まれるから赤いんですよ。でこの赤い成分が空気にさらされると酸化して、まあ、黒っぽくなっちゃうんですね。でマグロの身が空気中に触れても黒くならなくする方法が実はあるらしくて、でその方法ね面白くて、さばいたマグロに一酸化炭素をぶっかけるんですって。一酸化炭素の方が酸素よりくっつきやすいから一気にね一酸化炭素と結びつくんで酸化しなくなって長い間ね赤い状態をね保てるようになるみたいです。でちなみに日本では禁止されてます。はい、腐ってるか腐ってないか分からなくなるからね、そんなことしたら。ということなんですけども、じゃあ早くねネギトロやっていきましょう。なんかねどっか海外でやられてる場所があるって聞いたんだけど、どこだったかまで忘れちゃったな。うわー、いいね。そしたら成形していきましょうかね。空気に触れた分はもったいないんですけど切り取っていきます。特に血合いはね、腹骨を取り除いていきます。はい、そしたらですねここからだんだんマグロっぽくなっていきますよ。まあもうマグロっぽいっちゃマグロっぽいんですけど、これねもったいないんですけど、これ表面空気触れた部分は切っていきます。まあ、これも塩焼きとか煮付けにすれば食べれなくはないんですけども、まあだいぶ匂いはありますよね。ここもねちょっともったいないんですけど、こっち側の空気触れた部分、ここもね捨て柵になります。はい、そしたらここからね柵にしていきましょうね。ちょっとでかいかな。こうやってやりますと、まあ、スーパーとかで見る形ですよね。じゃあ最後ビントロですね。ビントロはこの腹膜も取っていきましょう。うおー、意外と油乗ってる。全然乗ってないかと思ってた。美味しそう。これはネギトロパーティーやんけ。でさらにね成形していきましょう。もう半分に切ってで、また血合いを落としていきます。また表面を落としまして、もう三角になっちゃったんでここはこう取りましょうか。
んな必要なかったかな。やっぱ白いですね。はい、それでは切り終わりました。で、これだけね、普通に切り身として食べようかなと思います。で、他に関しては全部ネギトロにします。はい、ということで今日はね、もうネギトロガチ勢なんで、こちらフードプロセッサーをね、準備しております。僕あんま脂っこいの好きじゃないんで、市販のネギトロだとね、あんまりいっぱい食べれないんですけど、こんぐらいさっぱりしてたらね、本当にちょうどいいと思う。楽しみや。いや、どのぐらい性能いいんやろ。このままいけたらすごいいいけどな。普通切り刻んで入れなきゃいけないはずやが、どうでしょう。やばい、止まりそう。業務用でも全部いけるやん。これでどかすか入れていいじゃん。硬い。硬くない？こんな硬かったっけ、ネギトロって。なんか詰まってるやん。え、完全に止まった。悲しい気持ちだ。なんでだ。もうええわ、自分でやるし。よし、とんでもない量や。もうマサルチャンネルもな、人が増えて5人いますからね。こんぐらいでも全然食い切るという。よし、できたぞ。ちょっと荒いけど。で、今日はですね、ネギトロ軍艦、そしてネギトロ丼、この2種類を作っていくんですけども、今日寿司を握るのがめんどくさいということで買ってきました。すいません、魚さばき YouTuber としては絶対にやってはいけないことやと思う。寿司を買ってきました。このシャリを使います。いただきます。うん、エビうまい。やばい、手で食っちゃうかも。この人キラダマグロ。はい、というわけでですね、立派な5つのシャリが出来上がりました。ほんまにごめん、でもこれが一番早い。はい、それではシャリが準備できましたんで、今度は海苔を巻いていきましょう。はい、そしたらね、海苔を切っていきましょう。はい、そしたら巻いていきましょう。よいしょ。はい、そしたらですよ、皆さん、ここにネギトロを乗っけていきます。もうね、ネギトロじゃないよ、ハンバーグの具みたいになってる。やっぱ油が少なすぎるな。なんかマヨネーズとか入れた方が良かったかもね。もうそれはそれでまた変わってくるからね。お、いいじゃないですか。ちなみにビンチョウマグロはシーチキンも美味しいみたいですね。ネギトロが美味しいとは誰も言ってないんですけども。山盛りにしたろ。山盛り軍艦、見た目パッサパサやな。よいしょ、できた。はい、じゃあ乗っけていきましょう。いや、そんな見栄え良くないな。いや、でもいいぞ。はい、ネギトロ軍艦完成です。はい、そしたらですね、ネギトロ丼を作っていくんですけども、大葉とネギを刻んでかけましょう。刻んだ大葉がめっちゃ好きなんですよね。ネギもね、刻んでいきましょう。根っこを取ってまた刻むだけですね。じゃあラスト切っていくのはビントロでしょう。めちゃくちゃうまそうや、これ。ちょうどいい油の乗り方してる。さて、まな板の上が荒れておりますが、ネギトロ丼作らせていただきます。まずは米です。米はな、そんな多くなくていい、薄くでいい。で、ここにですね、ネギトロを持っていきます。うわ、すごいなこれ。もうアホやろこの量。切り身を乗っけていきます。あー、なんか微妙だな。そんな綺麗じゃなかった。いや、綺麗じゃない。で、ここにネギをドンと、そして大葉も散らしていきます。
はい、完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。パーティーや。うわ、嬉しいな。軍艦からネギトロ軍艦、うわ楽しみやな。でも多分ね、みんなね、いや、ネギトロ軍艦なんか回転寿司行けば食えるやん、なんでそんなはしゃいでる、多分みんな思ってると思う。沖永良部島回転寿司はないですから、回転寿司屋まで飛行機乗らないといけないですから。いただきます。3日間待ちに待ったビンチョウマグロのネギトロの味の成果言います。35点です。全然美味しくないな。別にまずくはないけど美味しくないな。一つ言います。決してまずくはないんです。サラダチキン食べてるみたいな感覚ですね。大量のタンパク質を口の中に放り込まれてるような、サラダチキンをずっと食ってるような、はい、それでは丼も食べてみましょう。これはさすがにね、絶対にうまいはず。ビントロ山盛り、うまいわ。わさびが入りすぎてる、辛っ。ゴロゴロした食感が残ってるぐらいがちょうどいいですね。うまいはうまいけど、あんまね、マグロの味ではないかも。すんごいさっぱりしたカツオって感じかな。だからカツオでもないな、すっごいさっぱりした魚って感じ。はい、それではごちそうさまでした。ということでですね、まあ、よく寿司屋さんで見かけるビントロの正体だったんですけども、まあ、かなり味の薄いマグロって感じですね。まあ見た目はね、クロマグロとかすごい似てるんですけど、全然味違いますね。ただ一つ言えることは、ネギトロの代用品として使われてた赤マンボウより全然うまいです。まあ、ちなみにまああと値段を言っとくと、まあ今回俺の仕入れた値段はクロマグロの5分の1ぐらいの価格でした。さらに赤マンボウはその値段の3分の1ぐらいの価格ですからね。まあ、ちゃんと油とか入れればね、美味しいネギトロにはなりそう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。